とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ちょっと日にちが経ちましたけども、タワー初見攻略をやっていきたいと思います。ちょっと待って。見たことある、ここ。最初から、ディープリーフがいるのは、ちょっと経験済みだぞ。ちょっと待って、めんどくせえな。結構めんどくさい。敵が多い。でもまあ多いだけで、火力はそんなにないんで大丈夫でしょう。終わり？エンチャントは、まあまあいいかな。金属片。これもプレートで、間違いないでしょ。うん、このプレートは間違いない。11入れとけ。もう最高最高。いきなり最高の鎧が出てきましたね。これは余裕じゃない今回。もうね、最初からこれが出ればもうずっとこれでいいもんね。えい、エンチャンターめんどくせえな。えまあ、とりあえず、あれだね。ユニークにしないと火力が上がらないので、そこを早めにやっていきたいところです。で、終わりかな。よし。2回クリア。次。お、冬の指先。まあ、エンチャント良くない。いりませんね。で持って、はいはい、 OK、 なるほど。嫌な敵は多いよ。はいはい。クリーパーが序盤から結構出ちゃうね。いたいたいた。よし、3回クリア。まあまあまあ問題はないですね。クリーパーは注意いらんね。で、ここか。ここは結構早めに来るのは珍しいかも。意外と中盤以降だもんね、ここ来るのって。どうだ、ここでクリーパーが出ることはないと思う。うん、多分ない。ので、こう注意することもないかな。めんどくせえ敵。おっしゃ。硬えな、やっぱあいつは。バトルスタッフを持っていってもいいのかもしれませんね。硬すぎるんで。よし。で、終わり。はい。ちょっと火力が足らん。でも、マウラーズは嫌だ。あ、このスノーもいい。うん、いや、でもスノーいいけど、ユニークにした時が、いまいちなので、こっちにしまーす。ベッグス持って行ってもよかったかもしんない。うん、別に取るやつなかったんで。アーティファクト欄も空いてるから、ベックスでもよかったね。うん。次ってか、そろそろの、ステージ次第。クリーパーやたら出てくるんだったら、いた方が楽だし。どうなる？よし。下側にもなんか、ちょっといそうね。いや、火力が足らん。火力足らんでも全然倒せん。OK。よし、終わり？え、まだ？いたんかい。こっちにもいたんかい。よし。5回クリア、次。
どうでしょうか。武器が来ねえな。カバン持っていこうか。別にいらんとは思うけども、空いてるんで一応持っていきましょう。あ、いいね、ナイス。いやー火力ない。いや違う違う、あぶねえ。もうオッケー、しゃもうそうかそうか、ローリングタイム倍だ。こうだった。はい、6回クリア。まあまあまだいいけど、武器変えたい。うん、変なやつ以外だったらもう変えよう。お、あ、ここである。いやでもエンチャントがねいまいちなので、ソーブレードか、あもうこれフロストサイズだよ。流れ込む魂ついてるんで、こっちの方が面白い。いけ、ガードストライク入れてもいいけどね。あでカバン使いやすいためにクールダウン入れとこう。なまさかのフルメタルが2回来るっていうね、なかなか珍しい感じで。も流れ込む魂の武器があるなんていいっすね。これは行きやすい。よし、オッケー、終わり。いやまだか。あ上かい。はい終わり、7回終了。ボスが多分10回ぐらいに出てくるかな。で釣り竿、いいね、釣り竿があるぞ。いや力の弓も良かったけどね、スーパーチャージついてて。待て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 、それは知らん、そこに出てくるのは知らん。ああ OK、 なるほど、ここ注意ね。なるほど、これ戦う場所注意。よしよしよし、流れ込む魂入っててよかった。はいはいはい、8回ちょっと注意が必要ですね。戦う場所をちょっと考えないと。あこのバトルローブもいい。こうんーゴーレムもいいけどね。ここでいきます。で商人何にしろ、ここはもうプレートアーマー上げてた方がいいね。クールダウンを入れて、で金座行くと。何になった、俊足。ああまあまあ悪くないんじゃない。でボスだね。火属性を入れとけ。光も入れていいかな。まあまあいいや。何が来る、一体。うっそめんどくせ、これめんどくさい。キョンかなんか途中にあったかな。これはちょっとね、序盤からは時間かかるな。なんか対策を考えていかないと周回がめんどいね。いやー勝って硬い硬い。こりゃ勝て、うん、いや嫌なやつ。どこ、あそっちか。これはちょっと時間かかります。終わり。よし。
いや、めんどくさかったなこいつ。はい、いやー、これ火力武器選んでこないと難しいよ。これは無理。変えようかな。ちょっとレース対策しないと厳しいですね。あ、どうしよう。8でいこうかな。8にしときます。まあ、吸血がお手軽だけど、今回なんかクリーパー多いんで、こっちにしときましょうか。 OK。 いやー、あいつどうするかな。ソーブレードになんかいいのついてた？だったらいいけど。でもなんかめぼしいやつが、ソーブレードぐらいじゃなかったかな。となるとだいぶ時間かかるよね。よし、まだいるの？よし、 OK。 はい、終わり。嘘、まだいる？え、いないよ。上か。あ、上だなこれ。こういう分かりづらいやつはやめてくれ。はい、11回終了。いらない。なんかアーティファクトがない、今回。アーティファクトないよね。これはめんどくさい。よし。なんかもうちょっと早く倒せる対策が欲しいよね。OK。お、結構出るな。待って待って、結構多いぞ。いった。お、で、毒レースもいるんかい。よし、多い多い多い。え、まだいる？敵が多すぎないかい？いや、いないぞ。あ、いた。重なってた。そりゃ動けん。はい、12回クリア。お、怒り。いや、いらん。乱射変えようか。で、エンチャントはね、連鎖弱体で行こう。こう、クリーパー多そう。ここのクリーパーなんか多そうな気がする。おーい、嫌なコンボもらった。よし、なんか急にクリーパー青出てきそうで怖い。 OK。 よっしゃ、いいんじゃない。いやー、なかなかだわ、ほんと。よし、で、これでおしまいかい。なかなかのめんどくささ、今回。いらん。アップドラフトだな。いや、これで次のボスがさ、テンペストとかだったら最悪よ、ほんと。最悪のタワー。よし、おお、耐久力あるね。まあ、あいつはもともとそうか。こっち側まだ出るっしょ。やっぱ出る。はい、で、おお、か、かてえし、いて、危な。よし、終わり、これで。
よし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 、14おしまい。折り返しだ。あ、カトラスいいね。カトラスで吸血と衝撃波2までか。まあいいや、次入れれるね。衝撃波カトラスでいきます。ちょいちょいちょい。まだ出るっしょ。いや、そんな多くないぞ今回。いや、いるいる。あとから結構出るか。よしよし、オッケー。いいんじゃない。はい、オッケー、いいね。あっちにもまだいる。はいはい。カバンがもう火力ないね。そろそろ変えていい。うん、はい、15回終了。敵多い。トルバ、あー流れ込む魂いいね。もう矢ずつ持ってけ。でここ、はいはいはい、もう俺は最初から向こうに行こうかな。よし。いや、もうね、耐久力ない。え、ちょっと、あ、お前かよし。ジオマンサーは先が間違いないね。よしよしよし、オッケー。出るな、結構出るね。でこっちもジオマンサーいるしね。終わり？よし、16回終わり。ファーストボーストリング、いやいや、でもそれだけだ、いらない。なんかもうちょっと主力になるアーティファクトは来ないのかね。なんかいまいち感がありますけど。はい、今回意外とね、これ難しいのかもしんない。うん、おーいって、嫌なやつだほんと。よしよしよし、おお、ネクロやたら出るね。嫌な場所。いや、うーん、強いよ強いよ。でも火力としてはカトラスなんだよな。いや、うんうん、いい装備があるけど、まあそのまま行きます。よし、いけ。でここね、ここも結構嫌いなんだよな、戦う場所がちっちゃすぎる。いいな、はい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 。クリーパーをまず処理していかないとダメな場所だ。 OK、 まだ来るでしょ。あぶね、クリーパーを、危ね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 、危ないって、あぶね。自爆するとこやった。よし、危ない危ない危ない、はいはいはい、オッケー。次で行く。いや、足遅い。オッケー。グリム気になるとこだけど、まあエンチャントは良くないし、いいでしょう。ユニーク、あ、パワーか。いやでも、もうプレート上げないとダメだもん。プレート上げないとちょっとね。いやー、じゃあこれ最後がユニークか。ちょっとやだな。
ならもうプレート変えてもいいかもしんない、途中で。うん、火力がいまいち出ない。ちょっと待って、いやーこいつちょっと待て待て、すっごい嫌。でもアップドラフトあるからよし大丈夫。どこだ、終わり。待て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 お前。よし、まあまあまあ、これ倒す順番ね、上からですよ。はい、なるほど、ポーションバリア勇者がある。うん、さっきの武器に変えてパワーをね、でここで勇者取るっていうのもありっすね。もう愛のメダルでしょ。いきます、愛目でいきまーす。おーい、いけ、いいね。お、そっちまだディープリーブが結構いるんかい。場所場所、ここスライム多い。いや嬉しいけどね、スライム多いのは、スライム多いのは嬉しい。矢がいっぱい出るから、よいよいし、オッケー。でリープリーフもここ多いな、やたら出る。え、5体ぐらいいなかった、すごく嫌な場所だね。あー、あ、クレイムは変えようか。なんか虚無がいるような気がしてきた。うーん、なんか虚無が必要な気がする。まあとりあえず入れとこうと、こんな感じでいけ。じゃあ最後、あ、ハープクロスにしていいか。ハープクロスありでしょ。えい、オッケー、いけ。危ない危ない危ない、危ないよ。おしまい？あ、違う、まだまだいるね。オッケー。いや多いな、敵多いわ、ここ敵多い。で、もう打ち漏らしないね、うん、愛のメダルのやつがこっちに歩いてきてたってことは大丈夫でしょう。 OK、 22回クリア。いや、まだ長いぞ。いらんかな、なしでいきましょう。ちょっとここは何が出てくる、変なん来るなよ。 OK、 よし、いいんじゃない、よし。いや、まだいるね。多いな、今回は本当に敵がね多い、すんげえ多い。まだ、ああ、終わった。アップドラフト変えよう。 OK、 で、まあまあボスがある程度強いにしても虚無らせてアップドラフトで、まあ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 いけるでしょう。ちょっと待てって、嫌なやつ。
OK。待て。行ってくる。ちょっと。嘘、ちょ、待て。はいはいはい。なるほどね。うわ、危ねえ。いや。すっごいやりにくい、ここ。敵のチョイスがね、絶妙だわ。よし。マジか。よし。危ねえ、こいつ。よし。回復も使っとけ。多分愛のメダルでいけるだろうけど。回復いらんかったか。まあいいや。スピンブレード。いやー、違う。しだれじゃダメなのよ。あの弓は、効率が悪すぎる。へぇー。来ますね。今回。多分、マルチだったら結構難しそうよ。このタワーは。なんかすっごいいっぱい出てきそう。よし。いやーもうほんと嫌な敵多い。よし。待て。終わりか。はい、25回終了。待て、怒り変えよ。いや、ちょっと待て。使えるか。いけ。もう怒りでいけ。怒りで。もうあの、今日もついてるんで。これで間違いない。もう。フルマックス怒りでいこう。怒りフルマックスで。この場所取りをしっかりすれば。いや、でもなんかね。なんか出てきそうではあるよね。はいはいはい。そう、エンチャンター来ると思ってた。よし。OKOK。よっしゃ。いいんじゃない？ OK、いけ。いやー、ここはなかなかやけど。いけるにはいける。よし。ちょっと待て。めんどくせえのがいるぞ。終わり？キノ、もうキノコはいらん。キノコいらん。あー、いらない。オーバーチャージついてたけど、あー、ここかー。なんか嫌な場所っぽい。ちょっと待て。いけ。これでいいっしょ。マジか。あ、でもまあ、なんか覚えがあるぞ。このパワーガードがやたら出るっていうところがあったよね。多分それだ。今回終わり。はいはいはい、タワーガードが、今8体ぐらいだよね。そう、ここあった。いやー。よー。変えよっか。火力上がる。変えよ。うん。ポーションバリアついてないけど、霊気もあるし、毒フォーカスがついてるんで、これでいく。いけるよ。まあ、あとはもうボスだけなんで。で、ボスがめちゃくちゃ弱かったらショックよね。ボスがもう、怒りいらんぐらい弱いやつだったら、なんだろう、ボス。もうこれだったらもう、テンペストですらいけそうな気がするよ。
いや難しいか。だいぶ早くは倒せるけど。オッケー。あ、これ愛のメダルがちょっと使いにくくなってるけど大丈夫か。大丈夫ね。オッケー。オッケー。いいんじゃない。よし、まだ来るか。ちょっと待て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 。よし、危な。凍結もらってからの怒りはやばいよ。はいはい、いけるもんだ。いやでも今シーズンめんどくさいよこれは。ラン、氷の杖でもよかったけどね。森の矢筒をやめて。はい、弓は途中でなんか変えよう。それがよかった。うん、ずっと乱射じゃなくていい。こっちかな。あ、行こう。何が出るでしょうか。はいはい、雑魚だった。雑魚臭かった。よし、いやこれは余裕だわ。 OK。 よし、終わり。いやこれ怒りの必要はない。怒りじゃなくてよかった。なんだ、うん、クリーチいらない。おお、虚無3だけど普通のレイピアはいらないんだ。あー、3だったら面白かった。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。